24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルやっているフシダラと申します。さあ本日もねホグワーツの続きの方やっていきましょう。前回こちらのねインセンディオの呪文をゲットしたということで、これもう呪文全部覚えたってことなんで、これはいよいよお話も佳境になるんじゃないでしょうかと思っているのでね、早速今日もやっていきましょう。いろんな謎がまだ残されていますんでね、いきましょう。ポン。ちょっと待って、 HP がゴリ低いんだけど大丈夫かこれ。さあハリー、談話室へ行きましょう。談話室へ行きましょうって言ってる。あ、ハリー、ハリー、話進んじゃった。どうしたの？ネビルが、ねえ君すぐ談話室へ来てくれる？ネビルが談話室来てって言ってんだけど、ちょっと回復したいっす。え、これ、いっぱい取れんのかな？ちょっと待って。これでさ、談話室ね。ちょっと待って。これでさ、ウィッゲン、ウェルド薬をこう、装備して、飲んで、瓶に入れて、装備しなきゃいけないんだこれなるほどね、毎回装備しなきゃいけないのかでも OKOKOK、 これでゲージ1本回復するから、これ大事な、こんなことできたのかよ。佳境じゃない？多分わかんないけど。どうしたの？足縛りの呪い、マルフォイ。図書館の外で会ったよ。誰かに呪文を試してみたかったって。ああ、こいつか。マルフォイは君には及ばないよ。組分け帽子が君をグリフィンドールに選んだんだろ。だけどマルフォイは腐れスリザリンだ。ハリー、ありがとう。僕寝るよ。アドあげる。お母さん。集めてるんだろ。カードくれた。フラメルだ、フラメルを見つけた。聞いて、ダンブルドア教授は特に1945年闇の魔法使いグリンデルバルドを破ったこと、ドラゴンの血液の12種類の利用法を発見したこと、ニコラス・フラメルとの錬金術の研究で有名。どこかで見た名前だと思ってた。カードに書いてあるんだ。え、これなんかさ、アルバス・ダンブルドア、現在のホグワーツ校長。うん、うん、うん。で、これか、次のステージでよかったんだ。さあ、うちは3番手ここね。いやな、負けてんな。結構きつない？普通に進めてるだけじゃダメってことか。お、親愛なるハーリー、スネープ先生が魔法薬学の授業でムーンデューを見つけるよう言ったそうだが、信じられんよ。それは夜にしか見つからんし、しかも禁じられた森のずっと奥にあって危険な場所なんだ。何ですか？今夜俺の家の庭に来い。ムーンデューのある場所まで安全に連れて行こう、ハグリッド。ハグリッドもなんか知ってるんだろうな、秘密を。気をつけてハリー、気をつけてハリー。あれ、俺一人だけなのかな、行くの。俺っつっちゃったけどフルセンド。まあいいや。曲がちょっとなんか迫真に迫る
音になってねえか。これハリーだけなんだな。でかい今思うと、ハグリッド。ハリーか。急いでくれ、出発したいんだ。よし、それじゃよく聞いてくれ。俺たちが入る森は危険だから軽はずみなことをしちゃいかん。傷つけられたユニコーンが森の中にいるようだし、今週に入り2回目だが、水曜に初めてわかった。狼男がユニコーンを襲ってるの？狼男？やつらはトロイからユニコーンは捕まえられん。強い魔力を持った生き物しかユニコーンを傷つけられんだろうよ。それはもしユニコーンを襲ったやつが先に僕たちを見つけたら、俺と一緒におれば誰もお前を傷つけんさ。じゃあ行くとしよう。何者なんだよハグリッド。行けんのねこれ。ついてきゃいいのかな。でけえな。ついていこう。 OK。 ここ、うわ、なんかこの怖いんだけど、黒幕なんじゃねえの。あ、ここね。ちょっと待って、ディフィンドで切れるなここ。まあちゃんとついていくか。どうした？ハリー、庭にはちょいと暗い場所もある。あ、ルーモスを使ってみろや。了解了解。ルーモスね。ルーモス。ルーモス。どっち行けばいいの？いや、探索は自分でやれって。そういうこと？ルーモス。これなんだ。別に何も。ハグリッド止まっちゃったし。あれ、これどうするんだっけな。ね、ディフィンドだった気がするんだよね。フルセンド。ディフィンド。あ、ためなくて。ちょっと待って、やばいじゃん。どうすんのこいつ。ルーモス。ルーモスか。ルーモス入ってる。これフリテンド。ちょっと待って、どうすればいいんだろう。ゾウモツ味だ。わからんな。まずい、ゲロ味だ。ちょっと待ってよ。ルーモス。取っちゃった。あ、ルーモスだ、ルーモスだ。うわ、ただ硬い。マジ？ルーモス。ルーモスでダブル。ルーモス。ダブルで当てなきゃいけない。ルーモス。むずいむずい。ルーモス。ちょっと待って、強えんだけど。全然減らねえじゃん、ゲージ。ルーモス。ルーモス。ルーモスね。オッケーオッケーオッケー。いや、まだ半分いってないのか。ルーモス。くっそ強え。ルーモス。ハグリッド何もしてくれねえのかよ。ルーモス。よしよし、揃った揃った。もうちょいもうちょいもうちょい。よし、一匹持ってた。いや、これで戦える。ルーモス。
うわ、避ける、うん、入れたのな、うん、いやマジでこれで戦えるんじゃないんかい。ルーモス、あ、これもう入ってねえのか。ルーモス、もう罰、ルーモス、え、ルーモス、判定わかんないんだけどこいつ。あ、3回ぐらい入ん、え、まだ終わりじゃねえのかよ。終わりだと思ってた。終わりじゃねえんかい。ルモス、いや、これ最初からきついぞ。ルモス、ちょっと待って。ルモス、え、こっからプリペンドとかそういうこと、そんなないよな。ちょっと待ってよ。ルモス、なんか跳ねられたんじゃん。あぶね、めちゃくちゃ減ったよ。マジかよ。ちくしょ。戻したい。おーの。まだボスとかじゃないよな。フリフェンド、ディフェンド、フリフェンド、ディフェンド、フリフェンド、カエルも使っちゃうしな。一応その道は開けといて。ルーモス、回復ないかな。ここだけか。回復であれ。すげえグルルルル言ってるけど。カードか。魔法使いのカードだ。お、お初だね。レオポルディナ・スメスウィック。ルーモス。これなんか。あれ、ハグリッドのいるところに来れたんだけど、違うね、こっから降りたのか。いや、行けるんかい。なんだ、あ、フラメルじゃない。無事かハリー。ハグリとユニコーンが死んでる。森の奥の開けたところにいたよ。あれは何だったの。恐ろしい怪物だ。ユニコーンを殺すのは大変な罪だ。その血を飲めば死にかけた命でさえ蘇らせることができる。しかし代償も大きいぞ。純粋な生き物を殺してその血が唇に触れた時からそいつは呪われちまう。生きながらの死だ。誰がそうまでして生きたいの。考えないでおけ。あやつが死んだなんてありえないさ。人間らしさなどないんだからな。
いやなんだよ。ひょっとしてユニコーンを殺してその血を飲んでいたのはヴォルデモートだったの？そう思ってる？ヴォルデモート。わしは知らん。もう行こう。え、ニコラス・フラメルじゃないの？これユニコーン死んじゃってんだ。ありゃ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 。ここはこれで終わりなの？気をつけるんだハリー。ここは夜中に何が起こってもおかしくない。え、もう帰るの？あーでもなんか朝の学校に来たな。あーなんかちょっと飛び飛びな。でもまあ行ってみるか。それじゃあ例のあの人が今潜んでるっていうの？森の中に。でも弱っててユニコーンの血で生きてる。もしも復活したらあいつは君のこととんでもないことにならない？もしチャンスがあったならあいつは僕をやってたと思うよ。そんな時に僕は魔法薬学の授業の心配をしてたよ。解毒剤の調合法を習うことになってるからね。材料は全部集めただろうね。え、材料集めてたっけ？地下牢ってどこだ？ここ？地下牢だ。来た。ロンと急いで、スネープが待ってる。スネープが待ってる。あ、いよいよか。怖えんだけど。スネープに言われた材料が揃ってないなら入らない方がいいわ。え？ちょっと待って、なんか足りてねえな。え、何言ってたっけ？マジで？レシピか、これか。ビッケンベルトじゃない。解毒剤これか。これギュッとしてねえのか。鼻先か豆の胞子。レタスクイムシの粘液ムーンデュート。だからこの2つ取ってねえのか。なるほどな。そんな流れあったっけ。ちょっと待って。なるほど。いるかな、ハグリッド。お、僕が。あ、ここ入れないんだっけ。ここかね、やっぱ素材って言ったら。こんなん言ってたっけ。さっきのユニコーンとかの方ではなくね。あーでもディフィンドかな。いやここ開けたよな。でもディフィンド。あ、でも出るか。え、合ってんのかな。来たとこか。いや、初だよね、多分。さあ、レタスクイムシ。体長25センチ程度まで成長する茶色の虫である。両端から粘液を分泌。この粘液は魔法薬を濃くするのに使われている。好物はレタスと言われているが、ほとんどの
植物を食べる。ここ来てなかったの多分これよね、言うてたのは確か。鼻先が種の方し、レタスクイーン虫のね、許可。あ、間違えたボタン。ドクシー、黒い毛に覆われ手足が一体ずつ余分についている生き物である。2列に並んだ鋭いドクシー、毒歯牙、なんだろう、毒歯牙か、歯牙かがあり、噛まれたら解毒剤の服用が必要。プリペンドの呪文で追い払うことができる。うん、これはそうと。こっちでいいか。よし、虫のようだ。フリペンド。レタスクイムシどれ？え？レタスクイムシだ。粘液をどうやって集めよう。フリペンド。え、どうするのこれ？インセンディオ。ディフィンド。なんだ、どうすればいいんだ。フリペンド。フリペンド。あっちに持ってくのかな。フリペンド。怖いな。こいつらがフリペンド倒しといて、うん、でフリペンド多分そこまで連れてくんだろうな。フリペンド、フリペンド、え、いや、わからんわからん、なんか動いたけど、大鍋ケーキだ。オッケーオッケー、フリペンド。あ、で、これか。フリペンド。フリペンド。フリペンド。おう。おう。これでオッケー。で、それをゲットしてって感じか。よしよし、レタスクイムシの粘液ゲッチュ。オッケーオッケー、そういうことね。あ、これだ。インセンディオ。なるほど。インセンディオ。あ、ちょっと待って、吸われる吸われる。
インセンディオ。これだ。なるほど、素材といったらここだったわけね。ディフィンドの時にもうここに来る手はずだったってことか。さああるね、これね。花咲か豆はフリペンドの呪文を当てたり持ち上げて放り投げることができる。しかしその方針には注意が必要で、空中に煙が発生してしまう。ほいほい、まあ普通にフリペンドでいいって感じ。ここまで難しくはしてないね。うわマジか、こいつか。いや、やだよ。こいつかよ。ちょっと待って、こいつか。いいのか。ディフィンドインセンディオでいいのか。こいつか。ディフィンド。ディフィンド。ディフィンド。インセンディオ。ディフィンド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 。再生が早いのよな。ディフィンド。インセンディオ。こいつか。ディフィンド。今の入ってないの？ディフィンド。マジか。ディフィンド。いやちょっと待って待って。ディフィンド。インセンディオ。でもなんかこないだよ。ディフィンド。あれ？ディフィンド。いやちょっと待って。ディフィンド。ディフィンド。こないだよりカーソルがマシだな。インセンディオ。これでもきついけどね。ディフィンド。ディフィンド。今入ってないか。ディフィンド。めっちゃ。ディフィンド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 。インセンディオ。よし。こないだよりは早く終わったぜ。カエルちゃん、カエルちゃん、カエルちゃん。よし、こいつが普通に出てくるのか。うん、フリペンド、フリペンド、フリペンド。もう視点が。フリペンド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 。ゲット。え、取ったんかね。
ッケー、取れてる、これあ、オッケーオッケー、取れてる、これでオッケーね。急いで、スネイプ先生が待ってるわ。材料が集まっていないなら教室には入らない方がいい。集まったよ。ニコラス・フラメルとこのスネイプ先生は解毒剤の材料は全て集めてきたんだろうな。調合した解毒剤は大鍋の中だ。そこにある。必要な時に薬瓶に入れていい。今日はスリザリンとのクリッチの試合か。頑張るんだな、ポッター。お、試合？何しろトロールと戦って倒した君のことだから、クリッチの試合ぐらい軽いものだろう。相手がスリザリンだとしてもな。出た、マルフォイ。